野草してますか？野 <laughs> 草してますか？はい。今年も野草ですね。はい、野草ノーパイアノウさんありがとうございます。はい、えー、結果ですね。0人ということでおめでとうございます。素晴らしい結果ですね。はい。まあ、ここでその入らなかった理由として、まあ、ドリア家のドリに入って得られるメリットをうまく伝えてあげられなかった。ドリア化に入るまでの信頼関係を僕が築けていなかった。 この2点自分の反省点として、まあ、書いていただいてますけれどもまあ多分そうだと思います <laughs> ここ改善すればいいんですよでねはっきり言いますけどはっきり言いますけどドリアカのメリットはねよう伝えづらいですよいや僕もだって僕塾長じゃないですか塾長がドリアカ販売しますけどだいぶなだいぶ難航不落ですよ <laughs> 難航不落まあそもそもその情報発信っていうところがねあの伝わりづらいじゃないですか 自分で情報何発信するのって話じゃないですか、うん。だからこれはですね、訴求ポイントがあった方がいいですね。訴求ポイント。どこに光を包括させるのかっていう。光を当てるところですね。うん、だからその情報発信しましょうとかね。まあ、そうだと分かりづらいんで、例えば、まあ、僕も先月、えー、昨日、昨日も先月ですけど、まあえー、セールスしました。 じゃあ僕はどこにフォーカスしてるのかっていうともう徹底的なる考え方マインドプラスお客さんが欲しいテクニカル的な部分だけどそこもマインドに変換して話すっていうとか結構もう僕の動画はマインド寄りなんですけどうんまあ、だから教育コンテンツですねなぜこれが必要なのかなぜなのかっていうのを気づいてもらう気づかせるまで大変なんですよ要はネットビジネスってそもそも何なんですかっていう ネットビジネスってそもそも何なんですかえ、発信してませんみたいな。え、ブログもコンテンツ作らないといけないし、何動画やるのも動画作らないといけないし、えー、ブログもブログ書かないといけないし、フェイスブックも書かないといけないし、しメールマンが書かない、え、そういうことですよねっていうところをうまくこう教育コンテンツ、フリーコンテンツで伝えていって、あ、確かにまあ、ネットビジネスってそういう仕組みだよねとか、まあその仕組み、概念、インターネットは で、お金を稼ぐというのはどういうことなのかっていう。で、その情報発信して集客してこういうアフリエットするなり、販売していくなりっていうところに気づいてもらわないと、その価値がわかんないんですよ、そもそも。そ価値がわからないというか、難しいんですね、そこ。うん、だそこはちょっと頑張っていきましょう。うん あとね、その得点すかね、得点というかこの1234567みたいなあるじゃないですか。要は、例えばこの得点いらないですよ。じゃあもうね、じゃあテクニカル的なアドバイスをしましょう。テクニカル的なアドバイスをするならば、もしドリアカに入って、ドリアカに入って、えー、まず、 えー、メリットですね。分かりやすいメリット。わかりやすいメリット。えー、ドリアカに入ったら、えー、あのいっぱい講義あるんですけど、えー、僕がまず、う何ドリアカの,その入学金を稼がせますと。何ヶ月以内に。何ヶ月以内。3ヶ月以内にこれぐらい稼がせますっていう。いや、分かりやすくないですかまあ、みんな大体、どれぐらいで稼げるんですかっていうのがニーズと、ニーズなんですよ。不安なところなんですよ。いや、入ってどれぐらいで稼げるのって。 そこに対して、いや、3ヶ月以内にいくら稼げますっていうコミットですよね。じゃあ、保証。じゃあ、もし稼げ、その3ヶ月以内にあの稼げなかったら、僕は入学金全部、僕が払いますみたいな。まあ、この保証は多分できないと思いますけれども、でもそれぐらい腹くくってやったら反応はあるかもしれないですね。うん。そこまで腹くくれるからですね。そう。でも、腹くくんなくても、 まあ、テクニカル的にいろいろメリットをね今分かりやすくメリットをこうこうお伝えしましたけどもお客さんが見て分かりやすいメリットを提示してあげるそうすることによってじゃあお客さん何もぞめてるのっていう別にドリアカに入りたいわけじゃないですよ。 お客さんってドリアカに入りたいわけじゃなくて、ドリアカに入った後、自分の人生がどう変わるのか、その人生がどう変わるのかっていうのは、具体的にいくら稼げるのなんですよ。まあ、今回もアンケートを取って、お客さんの中で、いや、ドリアカの熟成さんってどれぐらい稼いでるんですか何パーセント何パーセント稼いでるんですかみたいな。何人いて、どれぐらいの人が、どれぐらいの確率でどれぐらい稼いでるんですかみたいな。だから結局そこが知りたいし、そこなんですよ。ドリアカはあくまでも、なんか、 本質ではないです。<laughs> わかります。本質ではないというのがちょっと表現しづらいんですけど、うん、求めてるのはドリア化を求めてるわけではないんです。お客さんが求めてるのは自分が得られる結果です。お客さんが求めてるのは得られる結果なんです。だからその得,得られる結果に対してちゃんとコミット。まあこれも講義あると思うんですけどね、なんかのフォローアップ勉強会で言ったと思うんですけど、まあライザップがなぜそうなのかって話ですね。ダイエット市場ってめっちゃライバルいたわけじゃないですか。クソいましたよね。 だけど、ポッと出てライ、あのあのライズアップが爆発的に指示を受けた。その理由は何ですか ?CM 広告、広告展開の時にコミットメントした。ただそれだけなんですよ。ね、ライズアップに入ったらいい絶対に痩せる。痩せなかったら返金保証。ババンババンババン、痩せる。だってお客さん求めてるのは痩せたいじゃないですか。だかそこにもうピンポイントですね。ピンポイント。 で、しかもピンポイントだし広告打つんで認知度がある有名人ですねだから松村さん使ったの松村さんとかもねおすげえなみたいなあ松村邦広が痩せたかみたいなねやっぱりやっぱすごいなってなるじゃないですかなだって何十年もデブだったんで <laughs> やっぱ分かりやすくないですかそうだわ分かりやすくしないとダメなんですよなこれ分かりづらいですよねうん だから、得られる結果にフォーカスすると、えー、まずう、なんだ、反応してくれます。うん。反応させないためな。広告とかそうじゃないですか。広告とかも、いかに広告を見て反応してもらえるかなんですよ。だから、キャッチコピーとかも刺激的だったり、面白かったりとか、なんかいろいろ工夫をしてるわけですよ、企業っていうのは。うん。そう。ですね。 あとはね、僕、じゃ僕が、僕が野草のおパン野郎さんだったらどういうふうにやってたか、やりましょうか。ちょっと、野草のおパン野郎だったら僕はどうしてたかっていう。僕はですね、まず、えー、フリーですね。フリーで、えー、ドリアカのことは言わないです。要は、まず自分を売ります。まず、僕を売ってもいいんですよ。僕を売ってもいいんですけど、じゃあ誰のメッセージを聞いてるのかなんですよ。 僕のメッセージはその人には聞いてないんですよ。のぐそのおパンんやろうさんは僕のね動画めっちゃ見て、あもうめっちゃ見てくれてますけど、のぐそのおパンんやろうさんを見てる人は、のぐそのおパンんやろうさんの情報を見てる人は僕は見てないんです。だつまり見てくれてる人は自分なんですよ。だから自分を売らないとまず。なので、ね、自分を売るために何をするのかっていうと、あのまず、えー、信頼関係構築が大事じゃないですか。 ね、じゃあ信頼関係構築する上でまず電話相談を何かの形で入れます。うん、で電話相談に関しても無料ですよ。無料、無料コンサル、無料電話コンサルみたいな、無料電話コンサル。で、この無料電話コンサルを、うんまあ、こ今、昨日かなあの、プロダクトローンチっていうやつ入れたんですけど、講義で新しく。 無料電話コンサルに付加価値をつけるために、その無料電話コンサルを受けるとどんなメリットがあるのかっていうのを何本か取ってって、い無料って言わないですよ、有料。あの今度こういう企画で、えー、やろうと思いますと。で、料金もまだ決めてないんですけど、やろうと思います。で、こういうことをやります、こういうことをやります。ここで、この電話コンサルやると、えー、こう変わりますと。みたいな感じで動画何本か作ってて、最後に、 なんと今回先着何名だけ、えー、無料にしますでそしたら絶対反応くるんでだって有料だと思ってたのが無料なんですよんかここで価値が上がってるわけですよ期待度だったりとか上がってて上がってる風に作っててでそれが最後バンって出した時に先着何名だけ無料なんですよきますよねまあ反応あると思います じゃあその反応あった人に無料電話して信頼関係を構築してってその電話の中であ必要性があるなと思ったらちょいちょい紹介していくでそうすると制約率は非常に高くなります制約率は非常に高くなりますなぜならば信頼関係もそこで構築してってその人が今、えー、抱えてる悩みをドリア化に入ったら解決できそうだなと思えばマッチングマッチングですからなかそうしたら売れませんだから3面の電話相談で3面売れる確率があります たった3名でいいです。<laughs> 3名中1人でも売れる確率はそっちの方が高いです。非常に、うん。はい。そう。ですね。もうそれやればもうシンプルにいけると思いますよ。今度やるんだったら。うん、まあ、あとはまあ、日々のまあ、あれですね。アフターフォー、あん日々のまあ、信頼関係構築。まあ僕も12月はまあ、100本以上1対1の動画撮りましたけど、 まあ日々のなんかそういう地味なことですね。まあ、その積み重ねも大事ですから、ただなんかその企画的にバンってやっていくんだったら、なんかそういう風な打ち出し方ですね、切り口でやるといいと思います。うん、はい、ということで頑張っていきましょう。では。